K と MMA フェザー級5分3ラウンド三宅喫茶 VS 倉本拓也。さあ始まりましたヒート48、実況は私村里春彦です。そして本日のゲスト解説紹介いたします。ヒートエグゼクティブプロデューサー志村道場代表の志村民夫館長、そして初代ヒートキックライト級王者浩二選手、お二方にゲスト解説で参加していただきます。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは第1試合、ラウンド1、ゴングが鳴りました。ヒート MMA フェザー級5分3ラウンドスタートしました。さあまずはリング中央サークリングを行いながらお互い様子を伺っている状況。牽制を行いながら今少しずつ圧をかけているのがズーマーの三宅、そしてケージ側にいるのが倉本です。さあまずはどちらが先に仕掛けていくか。まずはロー倉本。さあお互いリング中央で牽制をしながら様子を伺っています。志村館長、はい、まずは倉本、はい、志村道場の倉本ですが、前回の大会から、しばらく試合がなかった状況なんですが、モチベーションみたいなものは倉本はどうだったんでしょうか。いや前回ですね、今日が本当にプロデビュー戦で、はい、この三宅選手も倉本選手も、三宅選手も中学校からね、はい、うちの道場に来てたんですよ。あ、そうなんですね。2人とも来てたというよりも、倉本は今、うちの道場で今三宅選手はズーマですけど、はい、倉本選手は打撃の方ですね、はい、それで、三宅選手はグラップリングがうまく、オールラウンドの選手なんですけれど、はい、すごくテクニックのある選手、で倉本選手はやっぱり打撃で勝負したところですよね。今回このマッチメイクにあたってですね、はい、どのようなものを期待してのこの選手とのマッチメイクになったんでしょうか。名古屋というところもありまして、1年、ね、先ほども喋りましたけど、1年半ぶりに名古屋に来ましたので、はい、名古屋の選手で、それで今度の倉本のデビュー戦に一番ふさわしいのはこの子かなという、ズーマっていう曽根選手のいるところなんですけれども、曽根選手もうちの道場にいたことなので、名古屋が盛り上がればなというところと、なるほど、倉本君もあの選手もですね、1週間前、4日ぐらい前にですね、はい、ちょっとおばあちゃんを亡くされて、はい、でモチベーションがちょっと下がってたんですけれど、はい、もうそのね、おばあちゃんのためにも今日はなんとか勝利をするように、言ったら頑張りますということで、なんとかやると思いますけれども、三宅選手がすごくテクニックのある子なので、はい、パンチが当たれば倉本のパンチ強いですから、KOC も出ると思いますが、そのあたり今左入りましたけど ね、 そうですね。でもやっぱりこの三宅選手がやっぱり結構センスのある子なので、はい、見切ってますよね。そうですね。浩二選手、はい、こちら最初の試合 MMA ということなんですが、はい、浩二選手は MMA は興味などはありますか。いや興味ないですね。あ、そうなんですか。はい、いやでも何よりもこのヒートの、ね、はい、会場に帰ってこれたっていうのがすごく嬉しいね。自分がずっとお世話になったリングなんで、で館長の横でこう解説させてもらうっていうのはなんかすごくこう深いですね。あ、なるほど、はい、嬉しいですね。なかなか隣に志村館長がいらっしゃるということで緊張されてます。いや緊張というか嬉しいです。嬉しいですか。自分も嬉しいですもん、ね、あるんですか。いやでも三宅選手すごいですね。自分より10個年が若いんで、はい、21ですからね。そうですよね。99年生まれということで、もう最近はこういう99年2000年生まれの選手たちがどんどん出てきてますから ね。 そうですね。自分もついこの間までそんな感じだったんですけどね、もう今は若手に世代交代しちゃるって言われる年齢になったんでびっくりですね。いやでもね、浩二選手ももう若手のようにどんどんアグレッシブに自分を追い込むよう、ね、発言をされながら戦いの場を、ね、広げられていますけども。いやなんでもうこのヒートから、自分は K1 ライジン行かせてもらったんですけど、UFC の選手も
ね、ワンとかいろんな団体にヒートから行ってるので、うん、そうですね、おっと膝が行ったこの若い2人にも行ってほしいですね、はい、そうですね、はい、頑張ってほしいです、はい、さあ先ほど三宅のいい膝が入ったんですが倉本ひるまず倉本選手は右カットしてますね、そうですね、はい、そうですね、もう、はい、はい、危ない、はい、そう2人入りましたよ今、いいですね、はい、カットしていますが気持ちはやはりその館長にも励まされたということで、はい、前へ前へという気持ちは失ってませんね、三宅選手あの目がいいですね、そうですね、はい、よく見えてますよね、さあ第1ラウンドも残り10秒となっています、さあこのまま第1ラウンドは終わるか、少しカットの血が、第1ラウンド終了です、これで1分間インターバルになります、第1ラウンド終了しました、まあ、最初ほぼ打撃戦ですね、はい、そうですね、まあ、倉本も三宅もお互い分かっているということで倉本の打撃に三宅がどう向き合っていくのかと思ったんですが打撃に付き合う形で第1ラウンドが、はい、まあ、本当にあの三宅選手の方が、はい、グラウンドに行くと思ったんですけれどもね、はい、今おっしゃるように打撃で付き合っちゃってますよね、そうですね、そうすると打撃だと倉本の方がちょっとパワーがある、はい、ひょっとするとっていうのがあるかもしれませんけど、ね、まあ、第2ラウンドはこの三宅選手がどうするかということでしょうね、はい、今セコンドからどういう指示を受けているのかということですよね、セコンド、でも浩二選手は全くその MMA の興味がない、いや興味がないというか MMA 難しいですね、MMA 寝技は女の子だけでいいかなとなるほどでもセンスがあるからもし MMA やったっても強いと思うからねさあ第2ラウンドスタートしました、さあ三宅選手がどう出るかですね、そうですね、倉本が圧をかけながら少し前に出ようとしているんですが、はい、まあ、結構倉本いい距離感で戦ってますから、はい、ちょっと三宅選手が入りにくいのかもしれないな、そうですね、第1ラウンドから割とあの打撃が当たっている感じで、はい、がまあ三宅はまだ得意の分野、おっとこのラウンドはちょっと狙っていくか、少し1回組みつく姿勢を見せてそしてまた打撃という形で、はい、ちょっと倉本がカットしたところを狙ってちょっと三宅の打撃が当たっています、倉本も振り回していくがちょっと今三宅が余裕がある状態で見切っている感じですかね、そうですね、なんか三宅選手狙ってますよね、はい、船本行った方がいいですね、もっとそうですね、まっすぐ行った方がいいですね、うん、ちょっと大振り、浩二選手から見てこの2人の打撃みたいなものはどう、はい、そうですね、ちょっと三宅選手の方が距離感がいいですよね、はい、あ、なるほど、で前手がうまいので、ジャブがうまいつけてるので今倉本選手はちょっとやりにくいかなと、そうですね、あれがちょっと邪魔になってますよね、そうですね、倉本選手はもうちょっとあの手数を出していったら変わってくると思うんですけど、はい、まあ、でも今圧力かけ出して、そうですね、はいはい、あの三宅選手は蹴りもいいですね、はい、でもお互いおなんというかストライカー同士の対決のような、そうですね、そういう試合です、おっと倉本のパンチが入った、はい、そこからもっと攻めてもいいんですけどね、もっと前に出ることができるか倉本、その左いいですよね、三宅は落ち着いて少し倉本の動きを見ています、さあ圧をかけていく、さあ体が入れ替えて左のまっすぐいいですけどね、はい、キックの試合のような展開です ね、 そうですね、お互いレベルが高いです、はい、打撃の、まあ、喧嘩四つの体勢ということで少し、まあ、ぶつかったりということでガチャガチャする部分出てはいるんですが、うん、おっとここは倉本の打撃がヒット、さあ若干三宅が様子があったラウンドのスタートなんですがだんだん倉本も自分の力をうまく出し始めているという感じもしますが、あ、やってきましたね、おっと三宅が捕まえて押し込んでいく、これ捉えれるかですよね、はい、これテイクダウン取られるとポイント取られてしまうから、さあここからがちょっと浩二選手が興味がない、ちょっと分かんないですね、はい、ジャンルになるんですよ、これはこれでかなりの倉本自体がやっぱりテイクダウンされないようにしっかりと耐えた方がいいですよね、はい、さあ倉本は回して離れてもいい、三宅がどうテイクダウンを狙っていくか、左四つの状態、
三宅選手落ち着いてますよね。投げていくと体幹が素晴らしい、耐える倉本。やっぱりあのリングとケージが全然違うんですよね。そうだね、やっぱりね。さあ今度倉本が、ね、倉本が投げた。おーっと倒れた。もつれるように倒れて今。もう倉本選手はこれ背中に網に背中をつけて立った方がいいですね。そうですね。はい。フラットにはされないように今半身の状態でなんとか。まあもともと倉本選手も柔道の選手ですから、はい、投げは強いんですけれど。倉本はその柔道は強かったんでしょうけど、そのいわゆるケージレスリングというかケージを使ったこういう戦いというのはまだ経験浅いですよね。なるほど、はい、あとやっぱりサブミッションがまだ多分三宅の方が少し上かもしれないですよね、まあ、一生懸命練習してますけども、はい、やはりそこら辺の一日の長があるという、はい、残り時間1分、残り時間が第2ラウンド1分となっています。倉本この状態、ここは耐え時ですよね。倉本選手はとグラウンドのパンチを浴びせていく三宅。倉本としてはなんとか三宅の左腕を押さえてはいますが、と背中を押し付けられて、これはもう倉本やっぱり立てるからですね。ここ、あ、背中をつけて、はい、なんとかこれで立ち上がることができるか。残り30秒ということで、なんとかしのぐことができるのか倉本、それともテイクダウンを奪って三宅、おっとチョークを取るとサイドに回った。あ、倉本耐えてますね。耐えてますと首を狙いに行くか。しかし残り10秒、さあ三宅残り5秒ほどチョークを狙っていくか。時間まで耐えれるかってことですよね。耐えれるか。残り大ラウンド終了しました。いや最後良かったんですけど、ちょっと残り時間が、ね、ちょっと危なかったですね。はい、そうですね、はい、しかし倉本もよくそのケージの経験が少ないとおっしゃる割にはよく耐えたなという。はい、そうですね。さあ、浩二選手、はい、今のグラウンドの攻防みたいなものは。そうですね、ちょっと分かんないですけど、はい、でも耐えましたね。そうです。でもあの三宅選手が器用やなと、打撃もできて寝技もできんねんなっていう印象ですけど、はい、まあここの倉本選手の3ラウンドの巻き返しに注目ですね。そうですね、はい、いやもうそれこそ、まあ、三宅も知ってるんでは知ってるんでしょうけども、倉本からしたら山頂の前でそんな情けない姿は見せられないという、まあそうですよね、あるでしょうから。さあその雰囲気に期待しましょう。まあ倉本はこのラウンドちょっと行くしかないですね。そうです。第3ラウンドファイナルラウンドのスタート。さあ今館長もおっしゃったように、倉本としてはもう前に出ていくしかない。そういう意味ではそうなってくると、今度三宅が少しまた余裕が出てくるんじゃないかと。まあそうですね、よくやっぱりさっき浩二選手が言うように目がいいですね、三宅は、はい、自分からあえて仕掛けずに距離を取っては多分テイクダウンを狙ってグラウンドに行こうという戦法でしょうね。三宅は倉本が前に来たところに仕掛けていこうという、はい、そういう狙いでしょうか。ね、おっと狙っていく、はい、この辺り浩二選手がおっしゃったフェイントをかけてタックル行ってますよね、うん、三宅は、はい、さあ再びケージに押し込まれている倉本。ラウンド始まったばかりですから、三宅としては倒してしまえば、おっとテイクダウン、三宅の得意な時間がたっぷりある。ちょっときついですね、テイクダウン取られちゃうと、はい、さあちょっとリングの中央で倉本がこの状況をどうやってしのぐことができるか、はい、ガードポジション。さあ倉本としてはなんとかこの時間を早くしのいでスタンドの状態で自分得意な状況にしたいんでしょうけど、なかなか三宅がうまいことを上から押さえつけて、まあ、倉本はしっかり組みついてレフリーがストップするのを待つとか。なるほど、そんなところじゃないですかね。あ、さあ首に組みついている倉本の手、三宅はここ離れて、まあ、削ったりパウンド行きたいところでしょうけど、倉本がやっぱしっかり組みついてるから、はい、ちょっと離れたら離れたでちょっと怖い、クラブととすれば怖いんでしょうね。しかしまあその
組みついている状態が少し邪魔に思っているのか三宅、なんとか倉本の手をどかそうとしています。さあ顔を押さえつけてしっかり組みついてますよね。そうですね、クローズドガードでしっかり組みついている倉本、はい、とブレイク。さあ倉本としてはスタンドの望んだ状態、はい、ここは倉本行かないと。そうですね、この状態だと三宅が有利なまま試合が終わってしまいます、はい、倉本、しかし三宅の方から先に仕掛けていく。やっぱり蹴らないとパンチは当たらないですよね。そうですね、はい、もうパンチばっかりなってるんで。さあ三宅が逆に組みついていく。いや三宅がもう自分の得意な形を作り続けている状況で、倉本としてはちょっと、ね、なかなか次の手が打てない状況になっておりますが、館長、倉本からしたらこれはどのようにして状況を打開していくんでしょう。もう倉本としてはもう一回離れてもいいですよね、ここは、はい、組を切ってもう一回打撃に戻す、ええ、まあ、ここから投げもできますけど、はい、投げた後がちょっと投げた後っていうのがやっぱり三宅の得意な分野になってしまうと。そうなんですね。さあケージに押し付けている状態の倉本、打撃を見舞っていく。しかし体を入れ替えて今度は三宅がケージに押し付けていく、はい、まあ、倉本も腰強いですから、はい、ここは耐えて一回離れてもいいですよね。そうですね。さあ足を絡ませている状態、先ほどから三宅はもう離れずにやっぱりここで手札をしたいですけどね。倉本いいですよ、ケージに押し付けている。三宅とすれば、おっと、おっと倉本が上になった、ね、ここチャンスですね。ここチャンスですね。顔が見舞っていく、見舞っていく、はい、さあなんとか三宅抜け出した、抜け出した。そして逆に切り替えますね、うまいですね三宅。いやこの辺りはさすが、はい、いやもったいない倉本。いや一瞬もビッグチャンスが来るかと思ったんですが、はい、倉本ちょっと焦りましたね、マウンド取った時に。そうですね。さあこれ形勢逆転ですね、これ、はい、三宅としては残り時間も考えて、はい、ゆっくり時間を使っていい場面。さあ返した、残り時間が30秒。あ、また抜けられた。そしてまたバックを取られた。このバック良くないですね。そうですね、はい、これは後ろ完全にバックを取られた状況、残り時間が20秒を切っている倉本。さあバック取れますよ、これバックを取りに行く倉本。この三宅の足を離したいんですが、このまま時間が残りわずか、時間切れですね。倉本何もできないか、はい、おっとチョークを狙いに行く三宅。あ、危ないね。さあそしてここで試合終了です。まあちょっと三宅の方がテクニックがあるって感じですよね、はい、ワンチャンスありましたけど、まあ、でもよく頑張りましたよ。そうですね、はい、最後まで気持ちは折れずにアグレッシブさを出して戦ったんじゃないかと思います、はい、いやそしてそれを少しこう常に一枚上手を行き続けた三宅という、はい、いやこの三宅誠司、僕はね、はい、中学1年か2年の時にうちの領事来た時、はい、からもどうかな2年か3年ぐらいで、それでズーマに移ったんですよね、それが上等を開いた時に、はい、こんなの、ね、伸びてると思いませんでしたけど、いい選手しますよ、いい選手になりますよ。そうですよね、はい、いや前回も去年パンクラスで戦った時も3ラウンド判定で勝利してますから、いい流れを持ったまま今年を迎えているという、はい、判定の結果をお知らせいたします。判定です。ジャッジオタ30対28、青三宅。ジャッジ杉江30対26、青三宅。ジャッジ上田29対28、青三宅。よって判定3対0、勝者青コーナー三宅貴様。さあ三宅貴様が3対0判定勝利を収めています。やっぱり三宅選手はいいですね、青コーナー三宅貴様が勝利いたしました、勝ちました。三宅さんもいいし、楽しみだと思いますよ、これから、はい、とても21歳とは思えないような落ち着いた試合展開と、うん、そうですね、いや、小路選手、この第一試合どうでした。いや、
お互いいい選手だったですけど、三宅選手のテクニックが光ったなと、ちょっと倉本選手は最後集中力が切れたかなと、ね、チャンスもあったんですけど、ね、まあ、でもよく頑張りました倉本ね、はいはい、第1試合、3対0判定で三宅キサの勝利です。